5秒前、4、3。皆さんこんにちは。愛のお世話役成婚クラブ代表久保里香です。今日はですね、恋のお悩み相談というか、私がこの前ちょっとびっくりした出来事がありまして、ちょっと女性の低層感について少しだけ話してみたいと思います。先日、メールの相談で、私が異性にね、好きな人にキスしたくなる時ってどんな時ですかっていうのがあったんですけど、まあ、好きだったらキスしたい時にはキスしたくなるなので、まあ、理由っていうかそういうのなかったんですけどもね、自然な感情なので、なのであれなんですけど、この前ね、とある喫茶店でちょっと打ち合わせでちょっと早く着いたので待ってたんですね。そしたらその斜め前に2組じゃないや男子と女子がいたんですね。でその2人は付き合ってるかどうかちょっと分かんないんですけども、その女の子がその相手方の男性に、なんか付き合っていないんだけど、なんかやたら会うたびに私にキスしてくる男性がいるけどどう思うとかって言ってた話があったんですよ。そういう男性の方がうんとかいう話をしていて、で女性の方が毎回キスするんだよねとかっていう話をしてたんですけど、付き合ってないのに毎回キスさせてる方がどうかなって私すごく疑問に思っちゃって、ちょっとなんか笑いそうだったんですね。そこでそんな毎回させちゃダメでしょうとかってなって、で男性の方は言葉に困ってたというか、言葉に詰まってたというか、絶句してたというか、なんか電車の中でもとりあえずメールのやり取りだけで私たち付き合ってるみたいな感じで話してて、よく聞いてみると付き合ってないんですよ。なんかあ、そんなに長く付き合ってるのかなと思ってずっと聞いてると、メールだけのやり取りなんだけどとかって言ってて、その友達がなんか絶句したりとか、なんか最近そういうシチュエーションによくあったりするんですけど、なんだろう、この女性の恋愛の感覚っていうか、なんか低層感というか、だってね、そんな好きでもないくて付き合ってないって本人言ってるのに、そんな何回もキスさせてたりとか、例えばメールだけのねやり取りなのに、もう私この人の彼女とか、あの人は私の彼氏とか思い込んじゃうとか、なんだろうなってちょっと不思議に思っちゃったりとかするんですけども、まあ婚活してる人ってすごく想像力が豊かな人が多いのかな、なんだろう、でももうちょっとこう心の原点じゃないんですけど、本当感情、自然に生身の人間として相手を見たりとか、自分を振り返ってみたり客観的にすることによって、なんか変わるというか見えてくるものがあると思うんですよね。なんか愛ってこう一言で言うと難しいけども、なんか私最近愛をなめんなよっていうのが口癖なんですけど、愛ってそんなに簡単に気づけるものじゃないし、好きから愛になるのってすごいことだと思うんですよ。なのでもうちょっと低層感とか、なんかそんな話も人前で誰が聞いてるか分かんないのにね、こうやって笑われてたりとかするわけじゃないですか。もうちょっ と時と場所を考えて話さないとってちょっと思ってしまいました。今日は恋のお悩み相談ではなくて、私のちょっとした素朴な疑問でした。これなんかみんなすごい長いよね。なんだこんな長く書けるのかしら。長い方が丁寧っていう意味が、意味というかそういうイメージ。
メージがあるんです。そうじゃないと自分 あの言いたいことが伝わらないと思ってるんですね。ちょっと待ってください。眼鏡かけていいですか？パターンくらい。